上図の旧が、節末者に当たる。節末者とは、神社本社とは別に、その神社の管理に属し、その境内、または神社の付近の境外にある、小規模な神社のことで、拙者と末社と合わせた故障である。枝宮、枝社とも言う。現在は、節末者に関する規定は、特にないが、一般には、拙者はその神社の祭神と縁故の深い神を祀った神社。 末社はそれ以外のものと区別され、格式は本社が最も高く、それに次いで拙者そして末社の順とされる。本社の境内にあるものを境内接社、または境内者、境外に独立の敷地を持つものを境外接社、または境外社という。明治から戦前までの近代社格制度では、韓国兵社の接社は、 以下のいずれかを満たすものとされ、それ以外は、抹茶とされた。伊勢神宮については、演儀式神明帳に、記載のあるものを、拙者、演略儀式帳に、記載のあるものを、抹茶、両所に未記載だが神宮との密接な関係により、古くから祀られてきたものを、所管者と称している。不見者以下の著者については、境内神社、境外神社の故障を使用した。 双本社に対する文社のことを抹社と呼ぶ例があるが、これは仏教寺院の末寺からの類推と神社の性質への誤解から生まれた御用である。かつては仏教の末寺と同様に支配・非支配関係を持つ神社同士の関係も存在したが、近代以降はすべての神社が独立した組織となり、原則として本末関係は存在しない。全近代において、 非支配関係にある神社を抹茶と呼称したのかどうかは不明である。法官のことを大臣を取り巻くことから抹茶とも言う。ありがとうございます。